ミウラディの聞かなきゃソンソンアニソンソン今週の聞きどころ5月30日放送分です今週のアニソンソンははい怪獣アニメ特集ですよ皆さん怪獣怪獣,怪獣うん小玉君怪獣アニメまあ怪獣って思い入れあるまあウルトラマンとかね,とかねでしょうね日本人なら怪獣やろかい <laughs> みたいな感じで。 それだけなくて今これ私が勝手に提唱してるんですが今は令和怪獣ブームなんですよ<ー>っていうのも、まあ、延期になったのは残念だけど「ゴジラ対コング」でしょあと「シン・ウルトラマン」も予定されてるしあと「エヴァンゲリオン」「新エヴァンゲリオン」だって、まあ、怪獣みたいなもんじゃないですか,か首都はねうんそこへ持ってきてこの春から日本怪獣アニメが新しいのやってるじゃないですか。 ゴジラシンギュラーポイントシンギュラってる <laughs> すませんそんなセリフは出てこないあとねダイナゼノンダイナゼノンっていうかダイナゼノンだけどね、うん、はい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 でこれはもう怪獣ブーム令和怪獣ブームといって過言ではないのではないでしょうかどうでしょうどうでしょう